こんにちは、大沢栗永です。今さら聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解して施術をすることで施術力がぐんぐんアップします。実際にその自律神経が乱れた時ですね、交感神経によって左心によってこうわーって乱れてる状態の時に、私たちのところにはどのようなことを訴えたりとかね、症状でお客様患者様が来られるのかなっていうのをちょっと整理してみたいと思います。自律神経が乱れると呼吸器系は肺とか気管支っていうのがありましたけれども、実際にこれが開いたり閉じたりとか、呼吸が速くなって遅くなったりっていうので、これになってくると乱れてくると実際には息苦しいとか、なんかね、呼吸しづらい、胸がこう詰まったような、息が詰まったような形なんていうような状態で来る方が多いと思いますね。機能が、呼吸の機能をね、広げたり早めたりということで、いらっしゃると思いますね。で、今度心臓は交感神経で速くなったりね、ドクドクなってきますので、それが乱れてずっと長くなってくると、これがね、胸痛で痛いとか、なんか圧迫されるような感じっていうのが出てきたりとか、あとね、動悸がするなんていうのはよく聞きますよね。これも実は心臓すぐじゃなくて自律神経も大きい影響してるんじゃないかなっていうのも想像、ね、なってきます。悪くなってくると、たまに不整脈が出たりなんていう方もいらっしゃいますね。はい、これも循環器系になってきますね。で、今度は胃腸系だとどういうふうになってくるかっていうと、胃とかね、腸ですね、なると胃なので、ここら辺のね、胃のなんか食べても不快感があったりとか、食べ物がうまく入って交感神経で働かない、動きが悪くなってくると、そこにとどまってなんかって出して吐き気につながったりとか、あとは消化器うまく働けば、腹痛になったりとかっていうのね、あって、で、消化器でやって腸があって、なんかこうお腹痛いなって、その後に大腸の方が働かなくなってくると、これだん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 大腸は便を作っていく場所ですから、これもお腹が便が出づらくなって、これ便秘の状態ですね。便秘になってきた。で、便秘といっても、こちらがこう動いて動きが悪いから、そこに滞ってくると、お腹がなんか張ってきてる、食べ物が入ってもね、張ってくるとか、あとはガスがね、そこで発酵していくわけですから、ガスがどんどん溜まってくる。で、この時のまたおならが臭いんですよ、ね、中で発酵してどんどんガスが出て、お腹プー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 ね、便がそこでどんどん硬くなって発酵って、またすごい匂いがっていうのは、そういうのもね、聞いてみると、この人は腸の動きが悪いってことは交感神経が何か影響してるのか、だからそういうことも分かってる。はい、で、あとは、皮膚なんかもね、ここにあるっていうのを言ってましたね。皮膚なんですね。皮膚なんかは、どっちかというと、交感神経だと発汗とかも作用があったので、汗をすごい多発で汗をかきやすいとかいうことを話を聞いたりとか、あとは逆にね、刺激とか感じ性が悪くて痒みがすごい強くなってきたりとか、痛みを感じる人もいます。そういう皮膚の表面の症状というのも、実はあれ、これ何が皮膚かって、自律神経も影響があったりっていうのが出てきます。はい、あとはで、リズム系発汗、瞳孔がありますね。瞳孔なんていうのは、瞳孔は交感神経開くので、光とかが、こうね、すごいなんか眩しいのをすごい強く感じるとかですね。あとは、目の周りで言ったら、どちらかというと涙腺か、ですね、分泌物が交感神経が出なくなる、ね、いつも副交感では出やすくなる。で、目がすごい乾くですとか、うまく循環してないので目が疲れやすいとかね、なんかゴロゴロ違和感があるとかのもなってきますし、目の周りだと、目の痙攣が出たりとかのも自律神経の乱れからなったりもします、ね。はい、で、あとは口なんかもありますね。口、はい、口なんかは唾液腺が、これ両方とも唾液腺は出るというのになってましたけども、交感神経では濃いネバネバしたという形になりますので、どちらかというと口が乾くような感じっていうのは言ってこられる方も多いですし、
まあ口の中がね、味覚がちょっとなんか感じがおかしい、最近おかしいのとかね、口の中ちょっとなんか口がネチャネチャするなんて方もいらっしゃいます。はい、あとはまあその下の口からつなげた喉とかあったら飲み込みづらいとかいう詰まる感があるっていう方も、うまく機能してないっていう方もいらっしゃいますし、あとは膀胱なんていうところはもうここは溜めたり出したりとうまくいかないので、まあ頻尿になったりとかね、残尿感がすごいあるなんていう方も出てきたりとかしますね。はい、でまあ今言ったのがどちらかというと交感神経の方が多いんですよね。今ね、どちらかというとそういう刺激に対して交感神経型によって不調を訴える方がとても多くなってきている感じですね。こういう光の刺激とかもありますしということで、あとは逆にね、副交感に行って、全身が倦怠感でやる気が出ないっていうのもね、偏って乱れている中ではあったりとか、ね、もうなんか気力が出ない交感神経などの副交感神経のもあったりですとか、まあ微熱がずっと出るとかだるいとかね、疲労感が抜けないとかですね、あとはまあ、食欲の不振になってきたりっていうのも出てきたりとか出てます。あとホテル感とかねっていうのも出てる方もいらっしゃるんで、こうホテルって、はい、で中にはそうですね、あとは、まあ、手足がねしびれるとか、あの痛みが出ると自律神経の方からも出てたりということもあります。はい、で頭なんかで言ってみると、頭痛なんかもそうですね、交感神経で血液がギュッと、ね、狭くなって、血液が足りなくなってくると脳の頭痛になってくるし、支えている筋肉の栄養も足りなくなってくると、この辺の大後頭神経のこれのねところがぎゅっと硬くなっていくと、素血で、老廃物溜まってっていうところが神経を圧迫して頭痛になってくると、逆に副交感にドーンといった時には血液が一気にドーって流れるなってくると、中の圧力が一気に上がってしまうので、そういう時にも頭痛なんていうのは、まあ偏頭痛なんていうのがそういうことになってくるんですけど、自律神経の交感神経っても副交感神経に行っても、そういう頭痛なんていう症状が出てきたりします。はい、あとは頭で言うとそうですね、薄毛、脱毛、毛が抜けたりとかね、ストレスですごい毛が朝枕が毛だらけになってるとかね、まあ円形脱毛するのがまさにそうですね状態ですし、それが長くなってくると栄養が行きづらいので薄毛になる原因なんていうのもあったりするかなと思います。はい、あと精神、ね、やっぱ自律神経が乱れて上昇どんどん進んでいくと、まあうつ病になったりとか状態ね、うつ状態になったりとか、まあちょっとパニック障害的なところというのは出てきたりっていうのがありますね。まあ、なので、どっちかというと、まあ、情緒も不安定になったり、まあだから自律神経が乱れるっていうよりも、前にねやったと思うんですけども、自律神経は出てる末梢神経のその上の肝の視床下部のところが、まあ全部中枢で命令をしているようになってあるので、そこに対する、ストレスとかがこういうところの臓器いってるっていうお話までだんだんしてきましたけども、こういうところの症状を見て実は現れてるなっていうことで、こういうふうに上っていて、実はそこの原因っていうのを実は施術もそうですけれども取ってあげるっていうことを念頭にね、入れられるようにセラピストがなっていくとさらに、なるかなと、そういうねサインは、患者様お客様は実は普段の会話でポロポロ出してます。なので自分がそこの情報から今解剖のことを知ってどういうね、状態に臓器がなってんのか、ね、それは実は原因はここの臓器は悪いんじゃなくて制御をしてる方、ね、その大元のところもあるので、施術とともにそこも何かアプローチはないのかとか取ってあげれるのかとかっていうところも考えながらやっていくことが必要かなと。私は施術をしている時に常に問診の時はすごいだから細かく聞いてとか、本当にすごい1時間ぐらいかけてやる時もあるんですけど、実際にね、こうアプローチだけではというのじゃなくて、アプローチするにでも触る場所も変わってきますしというね、やり方っていうのは
どん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 自分でも分かってくるとつながってくるし面白くなってくるし、いろんなアイデアというかな主義ができてきますので、はい、ぜひ、それにはまず解剖をね、つながりを知らないと始まりませんので、今日自律神経ですけども、まあ、脳につながってここまで長くやってきましたけども、ぜひ、そういう患者様からのお客様からのヒントっていうのをやりながら解剖でつなげていって自分の主義につなげるということをやっていくと戦術力がぐん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 アップしていきますので、はい、ということでここの自律神経のところ重要なので押さえて頑張ってください。で、よし。